ロノロノはハワイ人の宗教に出てくる四大人の一人で、濃厚と平和の神である。ハワイ先住民が信じた宗教は自然崇拝で様々な神が登場するが、その中でもロノは、クー、カーネ、カナロアと共に四大人で、濃厚と平和の神である。ポリネシア神話の濃厚の神、ロンゴに相当する。ロノは地上の女をめとるために天から虹を伝って降り立った。 そして、美しい娘、カイキラニに求婚し、ケアラケクアワンに所帯を持った。ある時、一人の主張がカイキラニに横れんぼし、求愛の歌を歌ったところ、それを耳にしたロノは、嫉妬に怒り狂い、妻を殴り殺した。我に帰ったロノは後悔の念から、狂人のように島を徘徊し、会う人すべてにレスリングを挑んだ。その後、ロノは人々に、 たくさんの食料を持って帰ってくると約束し、カヌーに乗って、ケアラケクアワンを去った。ハワイの新年は、プレアデス星団が日没後すぐ東の空に出るようになって、最初の新月から始まり、その後4ヶ月は、マカヒキと呼ばれる。この期間は、ハワイ人が、農耕や漁老を休んで休息して、遊びやゲームにいそしみ、戦争は、一切行わない期間で、ロノを祀る平野うでは、 木で大きな T の字を作り、上にロノの木の像を祭り、大木からカッパで作った白い布を垂らして盛大に祝う。他の神、空の平野腕も高く立てた棒に白い布を掲げて、この時期はロノが治める幕引きの期間であることを示す。キャプテン・クックは1779年にハワイへ来航している。 その時に闘病したケアラ・ケクアワンにはロノを祀る引き合うヘイアウがあり、白い歩を掲げるレゾルーション号に乗った西洋人たちはロノの来訪と間違えられて、最初はハワイ先住民に大歓迎されたが、次に小船の修理に再度寄った時にはまか引きを過ぎており、疑われて、さらに争いに巻き込まれて、そこで亡くなっている。ありがとうございます。